はい、皆さんこんにちは、ジムでございます。三国志13ですね。やっていきましょう。朝鮮さんやってますよ。で、私何すればいいのと、課題。191年7月、美女年間、最初に両方願いますよということで、期日は192年6月30日、ああ、そうだ、期日切られてたんだね、1年くらいあったのかな。いや、違うね、それ孫権さんだったっけ。ごめんなさい。ちょっと時間を置きます。東卓ドラムの親近感71日、両方を訪問せよと。もう私にメロメロだからね、70以上、なるでしょ。ああ、二人こんな感じか。いやいや、もう、私メロメロのはずだからね。ああ、メロメロじゃない。よく訪ねてきてくれた。あら。明暗がある。あら、私にメロメロだと思ってたんだけど。ああ、でも今回なんだろう。三国志、音楽いいね。前見てたもんだけど。そうか、これメロメロにできないのか。じゃ、いや、それ見るんだったらここだね。一日もったいないもんね。大井先生、おやさんだね。ないなぁ。あ、今度メロメロね、商人ね。朝鮮様とあれば、採用。高見さん、あんたから何もらうの？詳細もらうのかい？どうだろう。ああ、いや、何もできないよ。何もできない。お金、1400しかないもんね。買っておべっかってできないもんね。あ、東卓さん会っちゃう？何の用だ？あ、何もないね。そうよ、そうないもんね。あ、あるわ。ああ、そっか。価値30だもんね。あ、この辺使えっていうことか。はい、使っちゃいましょう。はい。たたかたねに攻撃を追いずらったまなですが、あなたに攻撃をもらえると、朝鮮はわしの好みよく分かっておられるな。一気に上がっちゃいました。ああ、交換状態になったね。さあ、ほんならこれで畳みかけましょうか。17もの食べてますか。移植は源と同じにすると。ああ有意義な話だったな、やはり朝鮮にはわしと通ずるものがあるよな。あ、もう上がっちゃったよ。あ、これだな。はい、じゃあね、もう一度訪問しましょう。今度はね、はい。なんだ？よく訪ねてきてくれたとかね、なんだとかで、そんな、そんな、しなくてもね。はい、あれはふだなに、壁欲はうつだったまるですが、あ、これが壁欲か、金に命なまれたら、うつすぎて心苦しいことだ。と、一気に合わせちゃいましたね。あ、こう感じになりましたよ。で、本発これで終わりですね。17もな、と同じこと言うのね。ああ、いや、実に以外だったら、彼とは朝鮮と交渉を語られて思ったんだ。あ、来ますよ。80まで行っちゃったよ。朝鮮と他人という気がするんだ。近い近い相手もんだ。はい、交換状態になっちゃいましたよ。で、課題は70以上にして両方訪問ね。さあ、これで訪問したらいいでしょうね。はい、外注の訪問で、両方さんね。お前か。あ、朝鮮か。あ、待っておったか。お会いできて嬉しく思います。はい、両方の私もお会いしてございました。ありえん。あ、くっ、何よ、我らが人々に交渉をおればならんのだ。あ、そろそろかしら。あ、両方はここか。あ、たたくだな。おのれ。あ、朝鮮がおると聞いて、来てみれば、貴様、わしの父さん何をしておる。あらま。命が惜しくば、道を開け。あ、来い朝鮮、呂布よ、貴様の里は追って知らせる。当忠英に逆らう罪、その身をもって知るがよい。おれ、わかりやすい二人だね。あの裏切り者めが、わしの女に手を出したからには生かしておける。お待ちくだされ。呂布殿は天下無双の猛将、一介の女子と引き換えにはできませぬ。これすごいね、いつも思うけど、この、なんだろう、これ一号ないよね。この、その時、それかこの人の方が手が大きいのかな。ぜえ、もっともではある。呂布めの罪は不問にしておくから、お前がうまくなだめておけ。いえ、
ここは度量の広さを示すためにも朝鮮を呂布殿にお与えください。さすれば呂布殿もさらなる忠誠を。たわけたことを抜かすな。貴様は己の妻を人にくれてやるのか。次に申してみよう。お前とて切り捨てるぞ。ああ、我らは女一人の手にかかって滅びるのか。なんかリジュさんいいね。今までうさんくさいっていうのがあったんですけど、まあ、今回もうさんくさいんですけどね。なんかちょっとセリフが私ちょっと好きですね。いうセリフがね。あ、かくく、あんたひたしていったところか。怖い。はい。はい、もはや二人の関係は修復できぬものかと。よいぞ。あとは両方の注意を揺るがし、背を押すのみだな。ぬ、朝鮮、抜かんなよ。承知いたしました。とこの二人怖いね。ある種最強の絆かもしんない。武将訪問し、これ、牢獄でいいのかな。牢獄の生活団体の個人に対する忠誠を捧ぐ。あー、牢獄ってこうやって使うのか。旅行訪問牢獄し、東卓への忠誠を捧げてから再度旅行訪問しましょう。おー、なるほど。チュートリアル、すごく多くできてるね。両方もね。なんだ。あ、朝鮮ではないか、よく訪ねてきてくれたと。こうやって談話するまで牢獄だね。両方と水なし、本意を煽ります。最大10日かかりますが、よろしいですか ?10 日もいいんだね。お耳を拝借したく。両方の中、ケツがなぜとたくのごとき、商人の下にいるのですか。商人、子人子供とは読まないよね。昔ね、よく銭湯行ったらね、大人と子供の分け方でこういうの書いてたんですけどね。値段ね。値段表ね。なんで、あなたのようなマナパザが、両方の水菜を開始しました。どうかね。いつまで？今8月12日。あ、6月だけどまだまだあるんだね。そうとも言うかもしれん。あ、確かにあなたの言う方は正しいかもしれん。しかし。両方の箱から入れているようです。ここは絶戦で畳みかければさらに揺さぶるから。両方なんかと絶戦するのは視力26だで。敗北者が両方失敗となるか。あ、まだ迷いがありですね。その迷いを私が晴らしてあげましょう。さあ、これがよくわかんない。僭越ながら少々論じさせてくださいませ。でも弁術6あるしね。奴は26で弁術ないかね。言ってみろ。あ、もうふにゃふにゃじゃないかっていうところなんですけど。おー、なんかかっこいいわ。なんかロボットみたい。まあこんだけあってね、量産はこんだけしかないんですよね。で、ここに道着って出るんでしょ。で、学識っていうのが次来るんですよ。どうが優先的に来そうなのかなとなると、これね、大市長と大反論に勝てるもんってないんですよね。無視でか、すごいわ、この人無視が2回もできちゃうんだね。無視しちゃう。ここは何だい、これ本街見てして、半街見てして、わかんないな。今日の部分は何とかしない。何かで見た気がするぞ。気のせいでや。無視をした。無視をするとね、知らんぷりできるみたいですね。で、次はね、学識で来るんでしょ。これ確実に勝てるんで、これ負けない。そうだね、これだったら絶対負けないね。行ってみましょう。私が成し遂げます。いまだにこのやり方がよくわかんない。まあ、いまだにと全然やってないですけど。そうとも言うかもしれん。めちゃんこ減ったね、これ。さあ、残り量産は3つのうちの、これ教えていただいたんですけど、例えば、主張を使えば次のターンは主張が使えなくて、挑発を使えば次のターンが挑発使えない。反論を使えば次のターンは反論系が使えないということなんで、量産ね、反論使っちゃったんで、大反論使えないんですけど、私は挑発使ったんで、挑発が使えないんでね。じゃんけんみたいになってるんですね。大反論を使えない上に主張で言ったら両方勝っちゃうんで、もうこれで決まっちゃうね。こう述べる書もありますわ。そうとも言うかもしれん。学問も
大切なのですよ。本当のなんかビジュアル、もう他の女性と一段階違いますもんね。となんかね、気合入ってますね。中継官が入りましたと。はい、どうすることがあなたにとって得なのかよく考えてみることですね、と。両方の中性が50。あ、もともと低かったんだね。8辺で50って、もともと58だったと。これでもう一度両方を訪ねるのと。めっちゃせんや。俺は迷ってある。あ、迷い？結果はこうだ。戦う我の中を裂く下道。しかし下道とはよ、我が、義父にして、主君でもある。提言さんにも聞かせてあげたいセリフだね。力でなら中すのはたやすい。だがそうしたところで何が残る？ありえん。我らともども、死罪を課せられては元も子もないではないか。両さんにしてはなかなか賢明なこと言ってますね。朝鮮よ、俺はどうすればいいのだ。頃合いね、と。策敵を成功させ、戦場で敵として遭遇すると、兵庫と相手を寝返らせます。ほよよよよよ、こんなとこまで教えてくれるのね。船長もしくは左手の任務用から両方の敵中策敵をさ、提案し、両方を報告しましょう。これかい？計略、敵中策敵。両方ね。あ、王院さんが言うのね。王院さん知力でも68しかないんだね。ビジョン連冠の刑、ナレリ、最後の仕上げで気を抜くなよ、と。はい。提案を採用するとのことです。ほう。で、どうすりゃいいの？実行するのね。だから、これはちょっと時間を動かさないといけないんだよね。ちょっと待って。任務中です。期日133日後。あ、そういうことか。だから訪問しちゃいいんだね。なんだ。あ、朝鮮では仲良く訪ねてきてくれた、と。ああ、よくできてんね、これ本当に。近頃は朝鮮の町も随分活気が。ああいや、実に愉快だと兼ねている朝鮮とはこうして語り合いたいと思っていたのだ。あなたなら朝鮮には不思議な縁を感じる方々はまた共に語り合おうと。両夫が朝鮮に対して交換状態になりました。あ、これ関係ないわ。すいません。今やったこと関係ないね。まあ、メロメロになったのは間違いないんでね。やって損はないかもしれないね。策的ね。両夫を戦場で寝返るよう選択します。最大高くかかりますが、よろしいですか？ああ、いいですよ。心して聞いてください。今度の戦いで我らの側についてほしいのです。寝返りを約束してくれませんか？誰に寝返るんだろうね。王院さんは、東卓軍でしょ？はいか。もう、難しい方ではありません。今、王院が次の戦に勝てば、きっと両方の、独立するってことかな？両方の説得を開始しました。失礼します。両夫殿、我が父王院様より密着を授かってまいりました。密着だと？聞いてください。東卓中すべしの密着です。これをもってすれば東卓暗殺は大義に乗っ取ったもの。たやすいことですわ。注意して後の心配は無用なものとなります。バカな！なんだ？いや、しかし、再び父を裏切るのか。飛翔軍たるゆえんでしょうかね。朝鮮は見える昼返すと、庭の池に身を投げようとし、呂布は慌ててそれを引き止めた。待て！お前を死なせたなどなるものか！呂布様と結ばれる望みがない以上、私は生きていても意味がありません。それは俺とて同じ。お前を二度と離すものか！けれど、董卓がいる限り、私たちが結ばれることはありません。そうだ、董卓、あいつはこの俺が。まもなく検定から董卓に全勝するとの知らせが入った。董卓は喜び勇み、
両方ともらって90円も買うと。わずかな友を連れて宮門をくぐった董卓。しかしそこでは武装した兵が待ち受けていた。なんじゃ、剣を持っておるとは何事か。役族覚悟いたせ。謀反じゃ。呂布よ、何をしてある。賊どもを討ち取れ。受けたまった。国賊覚悟せよ。董卓の命令に呂布が宝典瓦礫を振り下ろす。バカな、このわしがこのだけめ。約束董卓はこの手で討ち取った。みんな勝ちどきをあげよう。王院様、これでようやく。ああ、挑戦よくやってくれた。これで官室は救われる。董卓死す。官の世を覆う暗雲はこれで晴れたかと思われたが、魔王とたく死す。呂布は朝鮮を妻に迎え、王院は官室風最高に乗り出した。しかし董卓の雑踏による粛清を受け、王院は志半ばにその命を落とし、呂布も方法の定位で落葉を追われた。え、かくて董卓も王院も散り、暴政とともに時代の、旗でいいのかな、も消えたと。中原は以前にも増した混乱に包まれ、時代は混沌の度合いを増す。軍用割拠、時代は英傑を求め始めると。そういうことなんですね。記録、紀代の作詞を獲得。特典化を支持、芝居三国志12を獲得。あらまあ、これ純育さんかな。義武強兵、あ、純育だね。董卓は葵の計略の毎日にも天下を志す曹操の者。あ、もうちょっと時間来ちゃってね、後にしましょうか。というわけで、朝鮮さん、無事終わりましたね。美女年間の件ね、あんな感じだったんですね。じゃあ、この辺で終わってみたいのが三国志13、終わってます。どうも、英傑でね、どうもありがとうございました。